楽しみ。どうですか、見たかったんですよ、マジで。画面切り替わりました、はい、さあ、はいはい、ではまた対さんです。対さんがプレイします。よろしくお願いいたします。わあらあら、いきなりレーザーめっちゃなんか浮いてますけど、あの本人もビームかレーザーを使うキャラクターなので、さっきレーザーの完成を任されてって言ってましたが、うん、あのラボブロックということで、あのレーザーの研究をしている、レーザー研究室の、めっちゃ下レーザー、下のレーザー怖いんですけど、ちょっとエネルギー無駄に使いすぎじゃないですかこれ。もうあんな、まあ、ダコのステージ固有のザコとかこうぶつかるとちょっと跳ね返るジャンプとか、ボヨンとか、おっといいなぁ横スクロール大好きなんですよ。いや、いいですね、すごい。ここはもうこれが売りですよ、ここは。そうですね、こういう強力なビームが定期的に来るので。うわ、怖っ。上からも来るんですね。めっちゃ派手な。いや、もうめちゃくちゃ食らった。うわっ、あ、だいぶ削られましたけど。うわっ、うわ、怖っ。なにこれ、敵もこうビームを打ってくれて。へぇ、うわ、レア、怖っ。なにこれ、え、めっちゃ気持ちいいですね、操作。やば、ありがとうございます。あ、トゲいたらピーンってなりません、大丈夫ですか。ご安心、大丈夫なの。ならない、痛い痛い痛い、痛い、痛い。あ、よかった、ダメージピーンってなっちゃうじゃない。もう痛い痛い、全然気抜けないですね、本当に。ブクレーザーはここに出すから謎のブロックなんかもあったりして、謎のブロックはまだ壊せない。なんか今は壊せない、特定の武器を当てると開くやつや。さすが、僕が当たってます。いやいやいや、わーめ、あーすげえ、なんかドットと CG のマッチング超いいっすね。いやーもうぜひやばー、これはね、いい宣伝効果のある喋り方してる。いや、ありがたいです。すげえ気持ちいいバランスで動くんすね。やばー、めちゃめちゃありがたいです。説明ゼリフ的に、説明ゼリフ的に今いい感じの。これスチームとスイッチで何か違ったりするんですか。いや、基本的にどのハードも。ハードも。あ、はい。じゃあね、みんなもう、俺はもう、お好きなハードとかね。はあ。このレーザー超かわいいのかな。このエネルギー源はどこにあるんですか。こんなにエネルギー使いまくって、あのこの今たまに敵が落としたり、アキラ君が拾ったりしてるこの宝石みたいなのがエネルギーアコアです。基本的にあのこの世界にとってみんなこの宝石からエネルギーを取って動いてるという。宝石がメラボにエネルギーがあるんですね。そうですね、キリア様のあの鉱物資源によってね、クリオンは10年戦えるらしいですね。もうやっぱりだいぶ人間が滅んでだいぶ経った世界で、ね、であの多分なんか我々の知らないエネルギーが見つかったんでしょうね。っていうふうに聞いてます。はい、何収録の時にっていうふうに聞いてます。収録の時にね。一応設定はそう聞いています。知ってるからね。なるほど。やっぱ三角跳びはロマンよね。気持ちいいね。見ているだけですごい気持ちいいですからね。すごいなこれ、エネルギークリスタルっていうんですか。エネルギアコアです。エネルギアコア、それは別のそうですよ、皆さん。エネルギー水晶だって書いてます。で、あ、はい、またボススケールだっけ、もう分かんなくなっちゃった。ギアコア、お、なに、うわ、レーザー来た、なに、あ、お、来た、行きました。今のをかわすか。さすが妹を倒しただけのことは。妹をやったの。あ、妹倒した後な。俺はオートクロムで、お前たちが破壊したベスパは俺の兄弟機だ。おお、兄弟、復讐のつもりか。コメントいや、破壊といってもどうせ今頃死ぬ。もうちょっと声なし、復讐のつもりなどない。いや、なんか妹とか復讐ってやると侵入者の排除は俺たちの使命、ね、正確だもんな。使命に従い、お前たちを排除させてもらう。ああ、さあここで、あ、急に変形するじゃん。そう、破片型でやっぱりロボットなんで、うわうわ、破片型が欲しいな。痛い痛い痛い、ビーム打つね。そう、いろんな多種多様なビームを打つという。ああ、なるほど。うわ、なにこれ、曲がる、ビーム、ビーム曲がった。そうですね、未来のビームは曲がるんじゃないかな。すごい、すごい技術。逆進なんだ、いいね。うわこの翼はいいよ、やっぱりこの翼はいい。
え、これはオチモフするやつですかっていうコメント来てます。そうですね、真ん中あの開けられた穴に落ちるとやべ、これは即死です。やばどう変形してくれるんだろう。痛い。落ちないように気をつけながら。いや、なんだろう、これを動きしてくれるとオートクロム自分でも操作したくなるな。これだからあの確かに右側も、はい、あれですよ、もうストツみたいな格闘ゲームにしてね売り出してくださいと。ぜひ普通に、うん、格ゲーで、そうそうそう、飛んでる人多分だいぶ強いですよね。え、ねえ、すげえ気持ちいいと思う。めっちゃ強い。あ、これちょっとベスパのステージは両脇が落ちるんですか。そうですね、対比になってるみたいな、真ん中が落ちる。なるほど。で、ロックオンレーザーとか、もう箸とかビームコース。これが、あの、オプティックラウンド。これが負けないでしょ。いや、これがですね、ドットの人にですね、あのウルフブルックみたいにしてくださいってめっちゃ僕言ってたんですよ。あのキャストが立ったりしたらすごい感じ。エルフブルックってまたすいませんね。ありがとうございます。あれの拡散レーザーみたいにしてくださいって、すごいずっとドット受ける人に言ってたんですけど。そのエルフブルックが偶然偶然、あの他のアニメで。なるほど。僕の上下はぁ、そんなことが起こるもんなんですね。それが偶然だったとは。お、そんなこんなん言っている間に HP がだいぶ削られてきます。強いじゃないか、オートクロム。お、あ、なりでも、うん、お、もういいよ、やってしまいない。あぁ、これでえ、お、これで追い詰められるかな。そして、え、いったただかミスタージョーザー食らうがいい。え、こんな感じに入るんですか。やば、うわ、充電開始。やばいの来そう、充電してる。何何、あのレーザーラボを管理してるので、あの援護射撃。それマジか。めちゃめちゃステージ破壊してますけど、塔も壊すだろうね。うわいや、これすごいな。かっこいいな。いや、ちょっと失敗すると落ちちゃうので、あの適度に 手を抜きながら戦うのすごい大変です。見せてくれるわ、素敵。いやいやいや、必殺技来た。かっこいい、来い、来た。お、お、マップ立つじゃん、ワイ。ワイマップ立つよ。あ、すごい。おいおい。あ、すごい、なんか雪の結晶みたいに死んだ。あら、空竹割り、真空空竹割りが。という。いや。